2024年夏アニメ割と溜まってきてるので、まあ、今回は4作について語っていこうと思います。まず忍者カムイですね。これは妻と子供を忍者に殺された抜け人の、まあ、津田健さん主人公の復讐の物語ですね。要は呪術廻戦の一期と映画の監督のチームによる忍者スレイヤーパロディバトルアクションアニメですかね。うん、1話を見た感想は面白かったです。まあ、世界観の謎っぷりとかはやっぱり忍者スレイヤーっぽい作品でごまかせるんですけど、アクションシーンがめちゃくちゃいいですね。あれ、E&H プロダクションさん、やっぱり俺、神楽鉢やってほしいなと思う。アンデラと夜桜こき下ろすために神楽鉢持ち上げるのあんま好きじゃないんだけど、でも神楽鉢は E&H プロダクションに投げるべきだよって、まあ、そういうような思えるような1話でしたね。うん。ただこのアニメ海外、まあ、北米あたりで、まあ、先行放送されてたんだけど、割とそっちの方では作画結構パワーダウンしてるらしくて、割と後半の方で作画がちょっと力尽きてるらしいので、そこら辺はちょっとスタミナ管理がまだうまくいってないのかなって感じがする。でも日本版でそこら辺作画修正してくれれば、まあ、弱点は一つ克服できるだろうし、E&H プロダクションさんやっぱ押せますね。ラーメン赤猫も良かったし、まあ、先行で見たけど、あれはあとアニプレックスがちゃんと守ってるなってのも感じるから、そこは良かったです。次はシャイ2期ですね。ぶっちゃけヨースターがちゃんと制作委員会にいるのは安心なんですよね。まあこれどうせ分割に来る企画だったろうから、 D アニメストアでも13話から始まってるし、まあそこはあんま心配はしてなかったんですけど、まあ今回の話は2クール目の久しぶりの話ということで、まあ各ヒーローたちの久しぶりの紹介パートと、まあテルちゃんはやっぱシャイちゃんとして、まあ人助けしてますよっていう話と、まあ東京奪還編の新キャラたちが顔見せするって感じですね。いや、シャイは本当に安定感あるし、バトル展開的にはここからが本番だから、まあ、頑張ってほしいです。次は、僕の妻は感情がない。いや、これ、ね、人は選ぶと思うけどいいですね。人によっては分かりやすく言うと、偽物の錬金術師の作者さんの書いた、ラブコメ作品なんですね。まあ、あらすじを語ると、サラリーマンのタクマが、ロボット嫁のミーナとイチャイチャするという話です。ミーナのロボットっぷりが本当に人を選ぶ感じでもあるし、割と男性的な話だからそこら辺で人を選ぶのかなと思うんだけど、まあ SF 的な話でも命題でもあるのかなと思うし、まあそこら辺は杉浦二郎さんらしいんじゃないかなと思う。あとミーナがガチでロボットだから、まあ、そこら辺で結構人は選ぶかなとは思うんだけど、まあこれはこれでありかなと思う。うん、やっぱ夏はラブコメ多いですからね、今年の夏は。うん、あとこれアニメーション制作スタジオさんが手塚プロダクションさんなんですけど、アンリミテッドプロデュース案件なんですよね。うん、トムスの。うん、まあ、それもあるのか、結構作画コントロールうまくやってるなという感じもするし、まあ良いアニメになってほしいって感じです。そして多数決ですね。原作未読なんですけど、これは結構ファンからの評判高くて、第2部から面白くなってくるっていう意見が多いんですよね。だから連続にクールですし、ただ第1話だと結構展開がキツキツな印象があって、3話ぐらいでかけてやる話を1話に圧縮してるなーってのはちょっと思った。うん、まあ主人公と思われてた男が多数決で男を皆殺しにされちゃったせいで死んでしまったってのはあるだろうけど、なあ、なんていうかサテライトさんらしい案件だなーって思った。うん、ヘルクとか思い出したよ。でも僕はこれ信じて見てみます。まあ、こんなとこですかね。尖ってますね。うん、でもアニメの見る本数増やすとこういうのが楽しくなってくるから、いや今年の夏も暑いと思います。